ニバ系全土の皆さんこんにちは。本日のニュースをお届けします。まず最初のニュースです。本日、最近空間軌道無双でパターン化してきたので他の施策を使用で法案、通称、空間軌道規制法案が可決される見込みです。これにより空間軌道の新設には行政認可が必要となります。その結果長距離空間軌道の敷設が大幅に抑制される見込みです。市内の民鉄各社は法案可決を見越し、昨年までに長距離空間軌道路線を開業しており、一部のプロ市民からは行政の対応の遅さを批判する声が上がっています。次のニュースです。先日熊谷駅構内で遭難した利用者により、未使用のまま放置されたホームが発見されました。発見されたホームは2面3線でかつて海運線で使用されていたとみられます。所有者であるニコ鉄熊谷支社は半世紀以上前のダイヤで使用されていたもので中の人の詳細はわからない。今後新線の建設に利用していく方針、とコメントしています。以上本日のニュースでした。